マンベンドラシンゴーヒルはインドにかつて存在したラジピプラ王国の旧王家の一員。同性愛者であり LGBTQ のための活動に熱心なことからインドで最も有名なゲーとされる。インドでは同性愛が違法とされ、また LGBTQ に対する風当たりが強いため同性愛者であることを隠して女性と結婚し15ヶ月で破局した過去がある。 2005年、同性愛者であることを家族に告白した。両親はそのことを受け入れられず、万弁ドラを異性愛者にするべく、医者や宗教指導者に連れて行った。しかし、異性愛者に変えられなかったため、母親はついに、息子を感動すると、新聞広告に掲載した。その結果、故郷では、万弁ドラを模した人形が焼かれ、その称号を剥奪しようという運動が起きた。 2007年にオプラウィンフリー賞に出演して注目を集め、徐々にその存在を認められるようになった。現在では、自ら所有する宮殿を LGBTQ 支援施設に改装するなど、インドにおける LGBT 人権活動家として熱心に活動している。ABCD、インドの K、王子宮殿を LGBTQ 支援施設に改装。ニュースウィークに本番。 https://www.newsweekjapan.jp スラッシュストーリーズスラッシュワールドスラッシュ2018スラッシュ01スラッシュ LGBTQ-1.php2018 年5月13日閲覧。ab インドの芸王子が力強いメッセージ。特別扱いではなく、みんな絵を求めている。 ゲンクシー、http コロンスラッシュスラッシュ genxy-net.com スラッシュポストテーマ04426216リットル2018年5月13日閲覧性的思考の表明保護されるインド最高裁が歴史的判決ハフポスト日本版 https://www.hufingtonpost.jp:/2017/08/26/intia-lgbtqa 231861992018年5月13日閲覧ありがとうございます